ただいま。どうする、あかり。取られちゃうよ、旦那様。よし。渡辺。え、なんなの、いきなり。びっくりするじゃん。わ、悪い。あの、ちょっと話したくて。しおり、桜坂、お前が呼んでくれたんだろ。童貞君にはママの代わりが必要だって思っただけ。俺さ、渡辺と夫婦頑張るよ。お前と天神がうまくいくよう、もっともっと協力する。とりあえずほんのちょっとだけど、いい夢見れたよ。ありがとな。明日は学校行くし、もう寝るわ。おやすみ。よかったじゃん。なんてイライラしてんのよ私。